ジョージ・ティモシー・クルーニーは、アメリカ合衆国の俳優、映画監督、脚本家、映画プロデューサーである。俳優として4回、監督として1回、脚本家として2回、制作として1回アカデミー賞にノミネートされ、アカデミー助演団優勝、アカデミー作品賞、ベネツィア国際映画祭脚本賞などを受賞している。また政治的活動を熱心に行っており、 2008年1月31日より国連ピースメッセンジャーを務めている。1978年にテレビドラマで俳優デビューを果たす。1994年から1999年までは医療ドラマ ER 緊急救命室で主要キャラクターのダグロス医師役でレギュラー出演し知名度を上げエミー賞にも二度ノミネートされた。ER の頃から 映画の出演も増え、スーパーヒーロー映画、バットマンロビン・ミスター・フリーズの逆襲、スティーブン・ソダーバーグ監督のアウト・オブ・サイト・湾岸戦争を背景としたスリーキングスなどで様々な役柄を演じた。2001年には再びソダーバーグ監督と組んだオーシャンズ11で商業的に成功を収める。翌2002年には電気映画、 コンフェッションで監督デビューを果たし、以後、グッドナイトグッドラック、駆け引きは恋の始まり、スーパーチューズで正義を売った日を手掛けた。アカデミー賞は、シリアナで助演団優賞を受賞し、フィクサー、マイレージ、マイライフ、ファミリーツリーで主演団優賞にノミネートされている。また、プロデューサーとしては、アルゴでアカデミー作品賞を受賞している。 人道的活動では、ダルフール紛争解決に熱心である。また、2010年のハイチ地震、2004年のスマトラ沖地震、アメリカ同時多発テロ事件の被害者への寄付金を募った。さらに、サンドソローなどのドキュメンタリーも制作している。外交問題評議会の会員でもある。NFL シンシナティベンガルズの熱心なファンとして知られる。 ケンタッキー州レキシントンで生まれる。父のニック・クルーニーは映画評論家兼ニュースキャスターである。クルーニーの祖先にはアイルランド系、ドイツ系、イングランド系が含まれている。父方の曾祖,祖父母はアイルランドから米国に移住した。また母方の曾祖,祖母はエイブラハム・リン・カーンの母親であるナンシー・ハンクスとイフ姉妹であった。ギオジは俳優で、 アカデミー主演男優賞受賞者のホセ・フェラー、おばは歌手のローズマリー・クルーニーである。クルーニーは厳格なローマ・カトリックに育てられた。フォート・ミッチェルのブレスド・サクラメント・スクールで修学を始めた。子供時代の一部はオハイオ州で過ごし、コロンバスのセミカエル学校とメイソンのセース・ザンナ学校に通った。中学時代にクルーニーはベルマヒを患っていた。 2003年にクルーニーはデイリーミラーにそれは私の人生の中で最悪の時間だったと語った。あなたは残酷な子供たちがどれだけ残酷か知っているだろう。私はあざけられ、なじられたが、この経験は私をより強くした。高校時代は A か B しかなかったと自身で語っている。また、バスケットと野球に打ち込み野球選手になることを夢見て、 1977年にメジャーリーグのシンシナティレッツのトライアウトを受けるが、一時選考を通らずに不合格となり諦めた。1979年から1981年まで農財兼タッキー大学、わずかな期間だがシンシナティ大学に在籍したが、どちらも卒業していない。その後紳士服のセールスやタバコのカッティングなどの仕事をしていた。 1978年にテレビシリーズ、遥かなる西部にエキストラ出演して演技キャリアが始まった。初めて主要な役割を務めたのは1984年の E.R. であったが、同番組は短命に終わった。その後、The Facts of Life、ロセアンネ、ベビートーク、ボディーズ・オブ・エビデンス、シスターズに複数回出演し、また1987年には、 ザ・ゴールデン・ガールズにゲスト出演した。1988年には映画リターンオブザ・キラートマトに出演した。俳優として最初に出演料を受け取った仕事は1983年に出演したパイオニアの車載トランシーバーの日本向け CM であった。本人は見ていないという。32歳の時 NBC のテレビドラマ ER 緊急救命室のオーディションを受ける。 これで、目が出なければ、ケンタッキーへ戻ろうと決めており、ズボンのポケットに、ケンタッキー行きの長距離バスのチケットを忍ばせていた。合格したクルーニーは、ダグロス医師役を務め、アンソニー・エドワーズ、ジュリアナ・マルグリーズ、ノア・ワイリーらと共演した。クルーニーは、同番組に第1シーズンから第5シーズンまで、レギュラー出演した。2000年に、第6シーズンでも1話のみ、 カメ出演し、そして2009年に最終第15シーズン第19話で9年ぶりのゲスト出演を果たした。クルーニーはこの番組での演技により1995年と1996年にエミー賞のドラマシリーズ主演団優勝にノミネートされた。またゴールデングローブ賞のテレビシリーズ。 主演団優勝には1995年から1997年まで3年連続でノミネートされた。ER 緊急救命室と同時期には映画出演も本格化した。ロバート・ロドリゲス監督のフロモ・ダスク・ティルドーンはクルーニーにとって初めてのメジャーなハリウッド作品出演であった。続いてミシェル・ファイファーと共演した素晴らしき日、ニコール・キッドマンと共演した。 ピースメーカーが成功した。さらにジョイル・シュマッカー監督のバッドマンロビン・ミスター・フリーズの逆襲ではバッドマン役を務めるが、批評家には酷評され、クルーニー自身も後にあの映画はお気づきのように全然うまくいかなかったと振り返っている。1998年にはジェニファー・ロペスとアウト・オブ・サイトで共演し、イゴ・スティーブン・ソダーバーグ監督と コラボレーションするようになった。ジョージ・クルーニーは2007年にグローマンズ・チャイニーズ・シアターに手形と足跡を残した。ER 緊急救命室のレギュラー出演を終えた後、クルーニーの出演映画、パーフェクト・ストーム・オー・ブラザーが商業的に成功し、オー・ブラザーではゴールデングローブ賞主演男優賞を受賞した。2001年には、 オーシャンと11人の仲間をリメイクしたオーシャンズ11で再びソダーバーグと組んだ。同作の興行収入は全世界で4億5000万ドルに達し2012年まででクルーニーの出演作で最大のヒット作となっている。クルーニーは続編のオーシャンズ12、オーシャンズ13でも主演を務めた。2001年クルーニーとソダーバーグは グラント・ヘスロブと共にセクション A とプロダクションズを設立した。2002年にはチャック・バリスの自伝を原作としたコンフェッションで監督デビューを果たした。工業的には成功しなかったが、批評家には高評価された。2005年、クルーニーは元中央情報局職員のロバート・ベアの回顧録に基づく映画シリアナに主演した。撮影中にクルーニーは事故に遭い、 脊髄損傷を起こした。また同年には、ジョセフ・マッカーシーと論争を巻き起こした1950年代のテレビジャーナリストのエドワード・アル・マローを描く、グッドナイトグッドラックを監督、脚本した。クルーニーは、グッドナイトグッドラックにより、第78回アカデミー賞の監督賞と、脚本賞、シリアナにより、助演団優勝にノミネートされ、 女演団優勝の受賞を果たした。2009年のトロント国際映画祭でのヤギと男と男と壁とのプレミアにて。2006年にクルーニーはソダーバーグが監督したフィルムノワールサラバベルリンに出演した。同年8月、クルーニーとヘズローは新たにスモークハウスピクチャーズを設立した。10月にクルーニーはエンターテインメント業界への貢献者に贈られる。 2008年1月22日、クルーニーはフィクサーにより第80回アカデミー賞で主演団優勝にノミネートされた。2008年4月には監督3作目、駆け引きは恋の始まりが公開された。それと同時期にバラエティ誌はクルーニーが同映画の脚本執筆において2場面を除く全てで貢献したにもかかわらず、 脚本家としてクレジットされなかったことをめぐって、全米脚本家組合と対立していることを報じた。最終的に、クルーニーの訴えは通らず、彼は組合を脱退した。2009年11月、ユアン・マクレガーとケビン・スペーシーと共演し、ヘズローが監督した、ヤギと男と男と壁とが公開された。また、同時期にはクルーニーが声優を務めた。 ウェス・アンダーソン監督のアニメーション映画、ファンタスティック・ミスター・ホックスが公開された。さらに、同年12月、クルーニーの主演作で、ジェイソン・ライトマン監督作である、マイレージ・マイライフが公開された。クルーニーはこれにより、第82回アカデミー賞で、主演団優勝にノミネートされた。2011年、クルーニーは、 クリエイティブアーティストエージェンシーの共同経営者である、ブライアン・ロードと契約した。同年には、アレクサンダー・ペイン監督の、ファミリーツリーにマット・キング役で主演した。クルーニーは同作により、第69回ゴールデングローブ賞、主演団優勝を受賞し、第84回アカデミー賞で3度目となる、主演団優勝候補となった。また同年には出演の他に監督、 制作、脚本を兼任したスーパーチューズデイ正義を売った日も公開され、こちらではアカデミー脚色賞にノミネートされた。2012年にはベン・アフレック監督のアルゴを制作し、アフレック・ヘズローと共に第85回アカデミー賞作品賞を受賞した。2008年と2012年、アメリカ合衆国大統領選挙ではバラク・オバマのキャンペーンに協力した。 またゲイの権利を支持している。アベシェニテ。クルーニーは、ブラッド・ピット、マット・デーモン、ドン・チードル、デビッド・プレスマン、ジェリー・ワイン・トローブと共に大量虐殺を阻止するためのチャリティー団体である、ノット・オー・アワー・ウォッチプロジェクトに参加している。2009年2月、クルーニーは、ニューヨーク・タイムズのコラムニストのニコラス・クリストフと共に、チャドのゴズベーダーを訪れた。2010年1月、 ホープフォーハイチナウを開催し、ハイチ地震被災者への寄付を募った。2012年3月、クルーニーは、ダスティン・ランス・ブラック脚本による、同性結婚を禁止した条例をめぐる裁判劇、8にマーティン・シーン、ブラッド・ピットラと出演した。同作は、アメリカン・ファンデーション・フォーイコール・ライツの資金集めの、ためにウィルシェア・イーブル・シアターで、限定上演され、また YouTube でも放送された。 2012年9月、クルーニーはグルソンへの寄付金確保のため、自身と食事する権利をオークションにかけた。クルーニーは、ダルフール紛争解決を主張している。クルーニーは、ワシントン DC で行われた2006年の、西部ダルフールコアリションで講演した。同年4月、ダルフール難民の現状を捉えた、テレビスペシャル、エージャーニーツダーフアの制作のためにクルーニーは、 父と共にチャドとスーダンで10日間過ごした。このドキュメンタリーは、アメリカ合衆国のケールブルテレビのほかイギリスやフランスでも放送された。2008年には DVD が発売され、売り上げは、インターナショナルレスキューコミッティに寄付された。同年9月、彼は紛争の解決策を見つけ、ダルフールの人々を救済するために、ノーベル平和賞受賞者のエリビーゼルと共に、 国連安全保障理事会を訪れた。12月、クルーニーは、ドン・チードルラと共にエジプトと中国を訪れ、両政府に、スーダンへの圧力を求めた。ホワイトハウスで、バラク・オバマ大統領とスーダンについて会談する、クルーニー。2007年3月25日、クルーニーは、ドイツのアンゲラ・メルケル首相に対し公開書簡を送り、欧州連合が、 スーダン大統領のオマル・アル・バシールに断固たる行動を取るように求めた。彼は2007年のドキュメンタリーサンド・ソローでナレーションと共同制作指揮を務めた。また2007年11月公開のドキュメンタリー映画ダーフ・ア・ナウに出演し、ダルフール危機を止めるように世界中の人々に訴えた。2007年12月、 クルーニーとドンチードルはローマで開催されたサミットで平和賞を受賞した。2008年1月18日、国連はクルーニーを同月31日より平和大使に任命することを発表した。2010年10月に南スーダンへ渡った後、イナフプロジェクトの共同設立者でノットオーガワーウォッチ、プロジェクトの戦略アドバイザーでもある。 人権活動家のジョン・プレンダーガストと共に衛星、ミハリ版プロジェクトを立ち上げた。SSP は、スーダンと南スーダンで新たな内戦の兆候がないか、武装組織を監視する。クルーニーとプレンダーガストは2011年5月のワシントンポストで、スーダンで独裁者と踊るという記事を共同執筆した。2012年3月16日、ワシントン DC のスーダン大使館前で、 市民的不服従活動を行い、その際立ち入り禁止区域内に立ち入ったという警官の警告を無視したために拘束され、罰金として100ドルの支払いを余儀なくされた。クルーニーは抗議活動を計画する際に逮捕されることを計算に入れていた。抗議活動には、マーティン・ルーサー・キング3世など多くの著名人が参加していた。第66回ベネツィア国際映画祭での クルーニーとエリザベッタ・カナリス。1989年にタリア・バルサムと結婚するが、1993年に離婚した。クルーニーはもう今後また結婚することはないだろうと語っていた。2000年にマルティーニの広告の仕事でリサスノードンと出会い、以後5年間交際と破局を繰り返した。 2007年7月には、リアリティ番組のパーソナリティのサララーソンとの交際が始まったが、2008年5月に破局した。2009年7月から2011年6月までは、イタリア人タレントのエリザベッタ・カナリスと交際していた。2011年7月からは元、WWED はのステーシー・キーブラーと交際。2013年秋からは、 1978年生まれのレバノン系イギリス人で弁護士、人権活動家のアマル・アラムディンと交際。2014年9月27日に結婚し、イタリア・ベネチアで挙式が行われた。他に女優のケリー・プレストン、レネーゼル・ウィガー、クリスター・レン、フランスのテレビパーソナリティのセリーヌ・バリトラントの交際が報じられていた。数々の女性遍歴が報じられたにもかかわらず、 メディアからしばしば同性愛者疑惑が取り沙汰されてきた。これに関してアドボケート氏のインタビューで面白いよ。でもそんなのは嘘だ。と僕が大騒ぎをして否定をすることはない。そんなことをしたらゲイの友人たちに申し訳ないからね。ゲイであることが悪いという態度を取ることは絶対にないと語った。2017年6月に ロンドンで妻のアマル・クルーニーが一男一女の双子の赤ちゃんを出産した。夫妻にとって初の子供となる。クルーニーの本宅はロサンゼルスにある。1995年に7354平方フィートの家を購入した。イタリアのコモコのラーリオの村に別宅を所有しており、その近所には作家の映画巡りの休暇がある。また2014年に結婚を機に、 ロンドンで弁護士として活動している妻のアマルのために、ロンドンから電車で1時間ほどの位置にあるイギリスのバークシャー州の田園地帯に500万ポンドの豪邸をプレゼントしており、ジョージもイギリスで生活する時の拠点にしている。2017年6月に双子が誕生したが、子育てはこのイギリスの自宅で行いたいと語っている。2017年7月に、 ロンドンの安全上の理由のためロサンゼルスへ引っ越すことを表明した。2007年9月21日、クルーニーと当時のクルーニーは暴ら骨を一本を、ラーソンは足を折った。同年10月9日、治療を受けた病院にて、クルーニーのカルテを無断で見た医師など、約40人が定職になった。クルーニーは、マックスと名付けた黒い豚を飼っていた。 クルーニーは1994年のノースリッジ自身が起こる前にマックスが目覚めたことで命を救われたとたびたび語っている。マックスはもともと1988年に当時の恋人のケリー・プレストンへ送るためにクルーニーが購入した。2001年にマックスは友人の運転する車に轢かれ重傷を負った。マックスは2006年に18年連れ添った末に死んだ。 クルーニーは他にバドとルーという2匹のブルドッグを飼っていた。2012年1月、ピー・プル氏による最もセクシーな男性には1997年と2006年の2度選ばれている。アメリカ合衆国以外ではフィアット、ネスプレッソ、マルティーニベルモットのコマーシャルに出演している。2005年からはバドアイザーの広告で声の出演を果たしている。 2005年には TV ガイドの歴代最高のセクシースター50人で1位となった。タイムによる世界で最も影響のある100人には2007年、2008年、2009年に選ばれた。テレビアニメサウスパークの作者であるマットストームとトレイ・パーカーによる人形劇映画チームアメリカワールドポリスでは他のスターたちと一緒にクルーニーの首が切断された。 クルーニーは後に、彼らは友人であり、映画の中で自分をからかってくれていなかったならば、怒っただろうと述べた。また、サウスパークのエピソード、ーク,クルーニーは以前に同番組のエピソード、アイケンスパーキーのお友達や映画版、サウスパーク、無修正映画版で声の出演を果たしていた。2010年9月、アメリカの経済誌、ォーブスは、 ハリウッド俳優の年収ランキングを公表した。ジョージ・クルーニーの年収は1900万ドルであり、世界10位にランクインした。ER 緊急救命室以降、現在まで小山力也が大半の出演作で担当しているが、一部作品では磯部勤也、ややまでら野沢那智なども担当している。ありがとうございます。